また得意のつなぎトークいきましょう。つなぎトークいきましょう、はい。最近のアナウンスルームトークいかせていただきましょう。おー、聞きたい。いやー、放送室ではいろんなことが起きています。いつもね、まあ、大体ネタにしやすいんですけども、僕らは審判の方からのコールを受けて、電話を受けて、例えばピンチヒッターとかピンチランナーとかを皆さんにアナウンスしています。審判の方もね、いろいろ特徴があってね、めちゃめちゃ声がでかい人とか、あれちょっと千葉さんの控え室でも有名になってますか？聞こえてくる？聞こえちゃってる。あ、そう、知らなかった。ストライクの方ですよね。ストライクの方？あ、違う。あ、違う。どういうこと？皆さんストライク言うよ。あ、いいけど、そーってめっちゃ言う人います。います、います。いますよ。あの方は確かに割と声大きい。そうですよね、うん、もうみんな真似してますよ、千葉さん。あ、そうなんだ。その方かどうかは分かんないけども、はい、声が大きいからこそ間違いが目立つっていうケースがあって、あ、そうなんですか。もう本当リアルな話ですよ。あの、プルプルプルって電話かかってきてパッと取るじゃないですか、はい。ランナーデルモンテに代わって工藤、今デルモンテって言ったろって本当にあるんですよ。これ本当で、僕らも笑っちゃいけないし、でもね、一応アルモンテに代わって工藤ですね、はい、そうです、ガチャンって切られるんで、向こうも忙しいからさ。